すごく真面目で、振りのニュアンスをすぐ理解するのが早いです。すごく柔らかい動きが得意で、自分のこのライン、体の使うラインをすごく意識して、自分の持ってる武器を表にすぐ出せる、センスを持ってるなと思います。踊りの中でもその人の、こうライフスタイルとかが見えてくる部分もあるんですけど、ルハの場合はそれが一番はまずはこう優しさがすごくにじみ出てるなっていうのはすごく感じます。シットキングスの、コレオグラフはすごく曲線を、イメージしてて、なんかこうパワーではなくこう凛としたすごい静かなこうパワフルさというか、なんかちょっとこうルハンに入れてつつ、ルハンのテイストを殺さずうまくこうマッチさせてなってるんですけど、そうですね、こんなに濃密にすごく濃い時間を過ごしたのはルハンが初めてです。と、その続きでスキントゥースキンという2つの曲が、今回は特に、一番チャレンジだったのかなと思います。すごくルハンのこのルハンがいい意味でもちろん線が細いというか細身の体なんですけど、そこから中にから溢れ出すこのパワーとかパワフルさだったりとか、あとは、細かいところをしっかりこう強弱のメリハリをつけて、細かいところもしっかり、音に合わせて表現していくというところが、ポイントかなと思います。活動してる方が多いんですけど、すごくそれに似て、中国のこちらのルハンもダンサーのことを気にかけていて、ダンサーもルハンのことを気にかけていて、すごくいい関係性だなと